ある日、生後に、3週の子猫、ルナ、が、夫婦の家にやってきました。ルナは保護団体に救助された子猫でしたが、団体の施設では、ルナを育てることができなかったため、夫婦が引き取ることになったそうです。こちらはルナが初めて容器からご飯を食べた時の様子です。最初の頃は顔にたくさんのご飯をつけていたルナでしたが、夫婦に食べ方を教えてもらって、徐々に上達していきました。ルナは法律の執行機関によって、野生動物保護団体に引き渡された子猫でした。保護される前のルナが、どのような生活を送っていたかは、誰にもわかりません、と夫婦は話してくれました。ルナが連れて来られた施設には、白線を持っている、アライグマの赤ちゃんがいたため、ルナを施設内で育てることができず、養育主さんを探していたのです。その話を聞いた夫婦はすぐに施設に向かい、ルナを引き取って育てることにしました。ルナはあまり人間を恐れていなかったため、引き取った初日から、夫婦の膝の上で眠り始めたそうです。2日目、ルナの表情はとても明るくなりました。夫婦に抱きついて、幸せそうに喉を鳴らし始めました。ルナが人間に抱きついていない時は、いつも暖かい毛布に寄り添っています。夫婦は、ルナの体を冷やさないように、お湯を入れたペットボトルを靴下で包み、ルナの隣に置いてあげました。そのおかげかルナは、幸せそうな顔で眠っていました。しばらくするとルナは歩き始め、探索することが大好きです。ルナのよちよち歩きがとても可愛らしくて、その姿を見た夫婦は心奪われたそうです。夫婦は幼いルナに、毎日ご飯を食べさせてあげました。この写真はルナがウェットフードに、ミルクも混ぜたものを食べている姿です。私たちは最初、ルナにご飯を食べさせるために、スプーンを使っていました。でも今はすべてのことを、一人でやれるようになりました。私たちはルナの成長にいつも驚かされ、大きな喜びを感じました。何にでも興味津々のルナは、夫婦の指に、かじりついてくることもありました。そんなルナの姿を見ながら、夫婦は毎日、幸せな気持ちに包まれていたそうです。その後、夫婦のおかげですくすくと育ったルナは、無事に新しい里親さんの家へと旅立ちました。お別れの時は寂しさを感じた夫婦でしたが、里親さんの元で元気に暮らすルナの姿を見て、安心したそうです。夫婦は時々、ルナのお茶目な写真を一緒に見ながら、温かい気持ちに包まれています。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。